はい、本日の動画はですね、アンデルセン福祉村というところがあるんで、今回はそちらの方の現地視察、まあ、走行動画ですね。アンデルセン福祉村への道ということで、走行動画を撮影していきたいと思います。で、今ちょうど厚別区の上野っぽろというところでございます。ちょうど厚別競技場とかの近くです。次の信号の、右手のところが、まあ、ちょうど厚別公園で、その中に、厚別競技場があるところになっております。この右側が厚別競技場です。で、これを過ぎて、高速道路の上をこう渡っていくと、清田区の平岡というところに入っていきます。で、ひとまずこのまま平岡の中を抜けていきます。まあ、平岡といえば、丸紅不動産がですね、宅地造成して、こう、街がね、できていったとこだったと思います。もう今はほとんどのところがもう多分宅地造成終わってて、まあ主に一軒家がですね、こう多いような形になってくると思います。で、ここの信号がですね、この平岡中央通りというところの道路との交差点でございます。で、ここのですね、信号を右斜めの方に曲がっていきます。まあ、幹線道路じゃないところだったら、ほとんどこう住宅地ですね、平岡の中は。まあおそらく滝野線と、あと厚別中央通り沿いが、こう商業施設が集約しているところ、それ以外のところは、まあほとんど住宅街になると思います。
まあ、平岡といえばですね、ドンキホーテがありますよね。もともと、総合電機だったところ、イエス総合電機だったところに、居抜きで、ドンキホーテが入ったりとか。あと、最近であればですね、コメリーの、大型ホームセンターがですね、間もなく、年明けぐらいにオープンするのかな。うん。そういうのが、平岡今、あると思います。で、ここの信号はですね、ちょっと変形の交差点なんですけど、左斜めの方に入っていく形になります。ちょうど滝の線の方にね、入っていく。まあそういった形でございます。で、ここはちょうど滝の線でございます。清田区役所とかあるところです。もう少し行くと。左手の方にですね、清田区役所があって、で、清田といえばやはりこの昔からあるのが声優でございます。この左手に声優がございます。で、次の信号が国道36号線との交差点でございます。これがちょうど国道36号線の交差点です。このまままっすぐ行きます。それでは国道36号線を渡ってそのまま直進していきます。で、ここからですね、今度清田区の新栄というところに入ります。で、この左側にハマナスクラブというね、ローカルコンビニがございます。まあ、新栄ですと、最近であれば羊ヶ丘通りの沿線沿いが、結構商業施設がですね、新しくいろいろできたりして、昔結構空き地あったんですけど、今ほとんどなくなりましたよね。大体のところはもう商業施設ができて、目覚ましい発展を告げてるようなところになると思います。で、ここが羊ヶ丘通りなんですが、これもさらにまっすぐ進んでいきます。この信号右に曲がると、清田団地の方に行けるんですけど、知人が清田団地に住んでる方がいて、結構ですね、清田団地の中、いつも知人の家の場所を忘れてしまって、結構迷子になるんですよ。まあ、私的には結構この清田団地、わかりづらいところだなと思って、道路が。まあ、そういった印象がございます。で、次の信号をですね、これ右に曲がる形でございます。
ちょうど白旗山の競技場とかですね、そっちの方に向かっていくようなところになると思います。まあ、福祉村っていうくらいなんで、その福祉関係の施設しかないようなところになってると思います。で、新札幌のバスターミナルから、このアンデルセン福祉村に行くバスが出てるんですけど、まあ多分従業員の送迎用のバスなのかなとも思うんですけど、新札幌のですね、南レーンから中央バスがですね、出てます。で、ちょうどこの右手のあたりがですね、アンデルセン福祉村というところでございます。はい。して、ちょうどここがですね、アンデルセン福祉村でございます。ここが福祉村1丁目でございます。左にある建物が、老人保健施設元気の出る里と書いてあります。で、この奥にある建物が日本医療大学の新鋭キャンパスでございます。ここがアンデルセン福祉村3丁目というところでございます。ちょっと逆光でですね、光が入って見づらいかもしれませんけども。なんか今ですね、工事みたいなのやってて、学校自体が今閉まってますね。専門学校もあるんですけど、専門学校の方もですね、今やってないのかな。シャッターが閉まってるんで多分、今工事中になってます。まあ、福祉村1丁目、2丁目、3丁目っていう形で一応、まあある形でございます。はい、まあ、アンデルセン福祉村ですね。こういったところが、札幌市にもありますということで、今回は、この福祉村のところ、現地視察してみました。これ右に行くと、白旗山の競技場の方に行ける形でございます。はい、本日の動画は以上でございます。ご視聴していただきまして、ありがとうございます。